こんにちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄にも添付しています。どうぞご覧ください。さて、今日は出会ったらぜひ召し上がっていただきたいウイスキーのご紹介です。ウイスキーラバー垂涎の的イチローズモルト。今回のイチローズモルトは私たちが所属する PBO プロフェッショナルバーテンダーズ機構で出した、樽買いした、ウイスキーです。シングルカスク、ウイスキーです。このウイスキーの、タイプとまた特徴といいますか、まずこちらは、2015年の10月に蒸留され樽詰めされました。秩父でです。経過年数は5年。樽詰めの時の容量が270リッターでした。樽のタイプは、こちらが、選定するに決め手となった理由の一つなんですが、秩父蒸留所には、樽工場があります。そこで作られた樽です。あちらの、樽工場では水なら樽を多く作ってらっしゃるのですが、こちらはアメリカンオークで作ったホークスヘッドタイプです。しかも、真新しい樽、ファーストフィルということです。それがとても珍しいことと、選ぶ基準になりました。麦芽の、品種はコンチェルトです。ファーストフィルということもあって大変な力強さも感じます。今回は、メンバー限定の販売となりました。ホークスヘッド5年経過で304本取れました。テンダリーでももうあっという間に、こんなに、召し上がっていただけてます。もうすぐ終わってしまうのはちょっと寂しい気もいたします。秩父蒸留所イチローズモルト PBOオリジナルボトルです。もしもどこかで出会ったら、ぜひ召し上がってみてください。